寿司屋の港区女子の話し,し、知ってるよなんだっけ吉田っていう俺もたまに行くんだけど、お寿司屋さんに、なんか二日酔いかなんかで行って、ってやつでしょ。で、あそこすげえ有名で美味しいとこだよ。すげえ。超高いけど。二人で行って10万円くらいする。多分。予約も取れない。 10万円くらいする、マジで。でも、美味しくて、すごい。俺もそんなにいっぱい行ったことないけど <coughs>。で、いいとこ、いいとこ、いい,い,いとこ、いいとこ。なんか、でも、詳細知らない。なんだっけなんか、殴られたみたいな。 でも、あそこにの対象に殴られるってことは女が悪いだろうな <laughs>。あ、殴られかけたんだ <laughs>。じゃあ女悪いだろうな。あんな高級店で、静かで、いい店で、よっぽどだぜ。なんて言ってたんだっけ案の定女が悪かった。二日酔いだからワイン近くに置くなってた。ああ。 で、それはもう、連れてった男がバカだな。そう、二日酔いでさ、そんなとこ行くなよって感じじゃないで、高い飯なんだからさ、それ相応のさ、覚悟で食えよと思うよね。しかもさ、ラウンジ上なんて税金払ってねえんだからさ、もう、なんつうの価値のねえバカじゃん。俺、税金払ってるつってもう人間だと思ってねえから。だ学生とかさ、無職のやつはさ、だって払う税金がないからいいけど、高い金稼いでてさ、税金払ってるつなんてさ、 消費税払ってますとかいうやつ、ほんと右揃えたらぶなぐっかな、てめえ、おい。ラウンジャ店側が払ってるよ。じゃ、確定申告してごらんよ。そう、あの、住民税って年間何回ぐらい払ってますかとか聞いてみろよ。<laughs> 絶対払ってねえから。住民税ってさ、何回払ってる年間って。すぐ答えて。額は言わなくていいから。それ相応のさ、文化があってさ、そういう値段設定にしてんだからさ、 強に入り手は強に従えてさ、それっぽく食えばいいじゃん別に。身の丈に合ってなくてもさ、それっぽく振る舞うのが我々人間のさ、務めじゃん。そりゃそうでしょ。だったらさ別にさ、二日酔いでもさ、楽しめるさ、お寿司屋さんなんて5万とあるじゃん。日本のさ、回転寿司のクオリティなんかクソ丈んだから。そういうとこ行ってさ、なんか普通にさ、楽しく食えばいいじゃん。 そういう店でさ、そういう振る舞いしたらさ、それは怒られるよ。自分の、多分、その、まだあれが至ってなかったんだろうな。スシローだって俺行くけどうまいじゃん。言うに事書いてそれをツイッターでなんか、あの店でそういうことだって起きないと思う。俺。よっぽどだよいや、男とか女とか関係ない。男もバカだと思う。俺そんな、 振る舞いしたらも、もう、店にクレーム出すもん。その、ラウンジに、クレーム出す。なんか、俺が連れてた店でそんなこと起こしてんだけどって。そ男が情けねえと思っちゃう。女の子もだたないよね、そういう時ね。俺、店攻めえって言われただけで叩き返したんだよ。もう、秋葉原、てめえ一人であるてかってこバカる、この大雨の中っ、つって。引っ張らいてもいいレベル。あの店、そういう女たちが写真パシャパシャ撮りまくってて、ちょっと対処よく、思ってたら、うーん。 もう、なんかね、うまく、なんかさ、やっぱ、そういうのをさ、インスタとかに載せなきゃいけない人たちなんだろうけど、なんか、ぴゃって撮る人もいるの。そう、それなんか、つつましく撮る分にはいいけど、テックとッににに、ににに,に,に、見て見て、この目がねレンズ入ってないよ、みたいな風に撮ったら、俺もう飯二度と行かない。そいつとは。で、大将の後謝る。ごめんなさいね。 なんか、騒がしくしちゃってすいませんでした。つって、帰ってくる。それから個室入る。そういうバカな女と行くときは。個室だったら、まあそんなに文句言われないからさ。文、相応じゃなかったんだろうな。しかもマジで予約取れねえから、もう早くそういうやつバカをどもをん出禁にして俺に生かしてほしい。お前の文春リークをまさか俺だとこの前文春デビューしたじゃん。箱根駅伝で優勝しなきゃよかったみたいな。俺見たよ、それ。 この前、文春デビューしたんですよ。俺でも決めてんだ。もし変な女と歩いてる時に文春とかなんかそういうネットとかのあれが来たら絶対ピースしてやろうと思って。<laughs> <laughs> こういう角度だわ。<laughs> これがこれで、ね。<laughs> しょうがないじゃん、だって。逃げようがないじゃん。そうやつに限って本当に文春来たのに、お前は逃,逃げようがないじゃん。<laughs> <laughs> どうやって逃げんの俺。